中日ドラゴンズの福田信正選手、今季は1軍でのプレーもありましたけれども、なぜ2軍に降格してしまったのか、そして福田選手の現在の状態が結構やばいというところ、そして福田選手の今後の1軍昇格の可能性など掘り下げて見ていきたいと思います。ではまず福田選手のこれまでの状態振り返っていきます。2019年に福田選手は2割8分7厘、ホームランが18本、 OPS が 0.877 を記録しまして、この年が最もここ最近ではいい成績になっています。2017、18、19と20本前後のホームランを放って、 OPS で見ても平均的に 0.8 を大きく超えるような数値を残していて、この時期っていうのは中日ドラゴンズの中軸として頑張ってくれていました。ただそこから2桁本塁打がない状態で、故障もあって出場機会も現在は激減しています。今シーズンは35歳を迎えるシーズンだったんですけれども、膝の手術のリハビリからスタートで、かなり他の選手よりも遅れる形になりました。ここ最近はかなり故障も多かったですし、なかなか今シーズンも2軍で試合に出るところまでもいけない状態が続いていて、やっと2軍の試合に復帰したと。そして2軍で復帰してからは2軍でかなり打って、すぐに6月に1軍に昇格となりました。結構2軍で調整しつつっていう感じかなと思ったら、もう2軍でもいきなり別格の活躍を見せてくれてすぐに昇格と。長距離砲が少ないチーム状態ということもあって、1軍もかなりバッティング面苦労していましたから、福田選手即昇格となって、代打であったり、たまにファーストでスタメンなんかでも起用されました。2023年の成績見ると、打率1割5分8厘、ホームラン1本、出塁率3割6分、 OPS が 0.676 という数値ですね。敬遠のフォアボールなんかも多かったので、 OPS とか出塁率で見ると悪い数値ではないですし、代打なんか難しいところでの起用も多かったので、成績ほど悪かった印象はないですね。ただ7月に2軍降格となって、そこから1軍での出場がないという状態になっています。ではなぜ福田選手はある程度のフォアボールなんかも取っていながらも2軍降格となってしまったのか、こちらも見ていきたいと思います。福田選手の2軍降格の理由っていうのは、単純な打撃成績が悪いからとか、そういったことではなかったんですね。ホームランも出ていましたし、もう少し代打で見てみたいなというような成績も残っていたと思います。立浪監督はホームにヘッドスライディングで肩がおかしくなってしまって、使える感じじゃなかったので抹消したというふうに福田選手の抹消についてコメントしているんですね。つまり肩の故障での抹消ということになりました。7月15日、甲子園での阪神タイガースとの試合、延長10回表、2アウト1、2塁の場面で、福田選手が2塁ランナーとしていたわけですね。そして大島選手のライト前ヒットで帰ってくる際に、ホームにヘッドスライディングをして、その際に故障をしてしまったということですね。福田選手は延長10回の場面での2塁ランナー、そしてホームに帰ってくる場面ということですから、かなり重要な場面でのランナーだったわけで、だからこそホームに帰ってくるときにはヘッドスライディングになって、故障したのかなというふうにも思われていました。ただこの場面での故障というのは仕方ないんですけれども、福田選手は膝の故障経験があるからこそ、足から行くと逆に故障になってしまうからヘッドスライディングを選択したというふうに語っているわけですね。なので何が何でもセーフにためにヘッドスライディングを一か八かして、それで怪我をしてしまったというよりは、より故障しないための選択が逆に故障につながってしまったというようなことですね。福田選手は今シーズンもファーストにヘッドスライディングをする場面なんかも見られておりまして、結構そのあたりでもちょっとヒヤッとする部分っていうのはあったんですけれども、やっぱり年齢的にも怪我しやすいということですね。ちょっとこのヘッドスライディングとかっていうのは、今後どういうふうに判断していくのかっていうところも、福田選手の中で変わってくる部分はあるかもしれません。では続いて福田選手、現在2軍でどのような状態になっているのか、こちらについても見ていきましょう。福田選手ですけれども、ヘッドスライディングでの故障から、それからもう2軍でも出場がないというような状態になってしまっています。この左肩の故障っていうのが結構重症だったようで、一時的には日常生活も厳しいくらい肩の状態が悪かったというふうに福田選手は話しています。現在はなんとかティーバッティングができるくらいというのが8月中旬の報道で、まだまだ回復状態というような話でしたね。やっぱり右肩ではないので、左肩ということで、スローイングとかそっちに関しての影響っていうのは右肩よりもかなり少ないとは思うんですけれども、フリーバッティングで思いっきり打つとか、ピッチャーのボールを実践的に打つとか、そういった段階までは至っていないというのが8月中旬の話でした。
現在はなんとか左肩のリハビリに当てて、ここを回復させるというところに注力しているという話でしたね。回復状態としては8月中旬の時点で 50% というような情報がありまして、全力でプレーをするという部分を 100% というふうに考えると、まだまだ期間はかかりそうな感じで、やっと半分回復してきて、少し動けるようになってきて、そういった状況だったと思います。年齢的にも35歳と、ベテラン選手に入ってきていますから、やっぱり怪我からの回復っていうのにかかる時間っていうのも長くなってしまっている可能性っていうのは十分考えられますね。特に福田選手はこの肩の故障に限らず、膝を中心とした故障っていうのが結構多くて、なかなか試合に出れないっていう状態が続いてしまっていますよね。それでなおかつベテランという風になってくると、こうした現在のように長期離脱っていうのも多くなってしまうというような感じではありますね。そして福田選手、現在 50% ぐらいの回復度とすると、ここから試合に復帰するにしても、まずは2軍で復帰をして、2軍で結果を残して、そこから1軍の昇格ということになりますと、かなり時間はかかると思いますので、今シーズンも残された試合が40試合前後ということで、ここから福田選手が1軍に今シーズン中に昇格するっていうのは結構難しいんじゃないかなというふうに思います。では続いて、福田選手は来シーズン1軍に定着することができるのか、こちらについても見ていきたいと思います。現状、中日ドラゴンズの1軍はトレードで途中加入した宇佐美選手が結構ファーストに入ることが多くなっていて、これまではビシエド選手だけ喫緊でファースト埋まらない状態だったんですけれども、ファースト宇佐美選手っていうのがある程度固定されつつあって、福田選手の出番もここから減少してしまうっていう可能性が結構高いのかなというふうに見ています。やっぱり福田選手は狙うのであれば、長打を期待できる右の代打というところが一つポジションとして出てくると思います。ベテランの選手は経験が豊富であるために、配球を読んだりだとか、チームバッティング、チームの状況を考えた上でのバッティングとか、こういった部分も期待できると思いますから、代打で結果を残してくれるケースっていうのも結構多いですよね。故障がちな選手とか、衰えてきた選手とかが、最後代打でベテランで活躍してくれるという選手っていうのはこれまでも結構いたと思います。今シーズンも代打でホームランを放つ場面もありましたし、やっぱり福田選手、ベテランの選手とはいえ長打力はまだまだ健在と、特に中日ドラゴンズの中では貴重な長距離を打てる選手というのは間違いないと思います。ホームランももちろんそうですけれども、重要な場面で犠牲フライを打ってくれるとか、外野が前進している時に代打で出て外野の頭を越えてくれるとか、そういった期待もできる選手ですね。来シーズンも福田選手、正直来シーズン残留できるかどうかっていうところも一つ微妙なところではあるんですけれども、来季残ることができれば、ぜひ代打としての役割を確立してほしいなと思います。そして中日ドラゴンズは指名打者もなかなか適任の選手がいないということで、交流戦で来年出場することがあれば、指名打者としてチーム全体の長打力を上げてくれるとか、そういったところも期待したいですよね。来シーズン数少ない代打で起用されるということになれば、その中でなんとか結果を残せる選手にモデルチェンジしてほしいところですね。当然ながらスタメンの方が結果は出やすいというのが野球でよく言われていますし、スタメンじゃないから打てないっていうことではなくて、代打でもしっかり打てるっていうようなところを福田選手には見せてほしいなというふうに思っております。来年の福田選手期待しましょう。以上です。